皆さんこんにちは、陽一の矢でございます。今日はですね、織田邦夫さん、麗澤大学特別教授、元空将をお招きしましてお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと前に織田さんの新著って書いてあるけど、空から提言する新しい日本の防衛って、これ単著では初めて。そうですね、はい、強調だ。これ自分の経験で見ますけどね、初めての本がね一番中身が濃いだんだん出すにつれてもう私なんかもう出がらし見たくなってね、もうむちゃくちゃなんですけどね、一番最初に書いた本っていうのはね、一番気持ちが入ってますね。いやでも高橋先生のね出された数を見ると、いやいや私毎年15冊でもうそれすごいです、ね、20年ぐらい続けてるんで、もう本当にもうね自分でね何だかなんか分かんなくなりまして、あとだから最初の本はやっぱり絶対思い出があってね、きちんとやってるはずなんでね、皆さんねご覧になってください。もう本当に最初の私もそういう時ありましたから、昔最初にやった時はものすごく学術書のやつね、がっちりしたの出したんですけどね、やっぱりそういう最初の本が一番ねいろんな考えが詰まっててぜひお読みになっていただければ。なので先ほどちょっといろいろといろいろ話騒いだけ聞いたんですけどね、面白そうな本ですんでね、この話してるとなんか衝撃的な題名です。それでちょっと安倍さんのね話でちょっとね行きたいんですよね。安倍さんでちょうどね一周期なんですよね。これ安倍さんとは生前は何かありましたでしょうか。官房副長官の時に私が防衛部長だったかな、何回か説明。前ここにおられましたよね。そうそうちょうど高橋先生と出てる時に、そうそうそう、あれ誰かマスクしてる人が立ってるなと思ったら、そうそうそう、安倍さんだったんですね。なんか急にね急に来てね、私も、ね、来る前に、ね、連絡があってびっくりしたんだけど、ね、本当ですね。でもまあほら超なんていうかな、最高司令官中がねとしてはまあいいよ。いや素晴らしい人ですよ、ね、やっぱりだから本当に私亡くなってから思うんですけどね、安倍さんというのはその保守にとっては北極星、政治家にとっては羅針盤だと思うんですよ。だからいなくなったらもうガタガタになってるでしょ、ね、で保守がだから安倍さんがいなくなって何が分かったかっていうとね、衛星保守が分かった。結構衛星保守がね、あぶり出されたと、なんか意思を継ぐとか言って、なんだって感じ で、ね、急に言い出したよね、はい、全然やっぱり政治の羅針盤がなくなったから今もう漂流しちゃってるでしょ、船がどこに行くんだ。 LGBT なんかそうですよね、本当だから大丈夫かなっていう思いがしてきますですね。一周期は何かされたんですか。いやもう何もしなかったなるほどね、はい、いやなんか本当になんかもう保守ガタガタになって、保守っていうかね、なんか衛星が随分いいのかなって正直言って思いましたね、なんかだから経済でも高橋先生がね安倍さんに教育したように、その教育しがいのある政治家っていないんじゃないですか。安倍さんはね、きちんと戦うっていうか、理解したらちゃんとやるんですよ、そういうなんかね迎合する人って結構たくさんいてね、政治家に、ね、だってほら財務省の方に、あれに行ってね、私がなんか言って戦ったりすると不利益になる人もいるでしょ。そりゃそうですね。そうするとね、もう全然やらない、ほとんどやらないですね。税務調査入れるぞなんて言ったら、税務だから安倍さん昔ね実は税務調査入られたんですよ。そうですか、それでちょっと連絡があってね、だからこういうふうにやるのか、やる財務省やるのかって やりますよって言ってね、回顧録にも書いてましたね、すごい平気で政権をもたたあの倒しにかかるとか言って、倒しにかかるし、あと個人 の、政治家も潰しにかかるんですよ本当に。それは政治資金団体のね、この税関係の税務とかね、こういうのよくやるんですよ。そんなもう素人目にこう経済私はよくわからないからなんです。財務省に言ってることはやっぱり安倍さんなんか広く取られて全体最適をこう追求されて、その中の
もう財務なり税金なりということなんですけど、財務省ってやっぱり財務の見てる中、財務のテリトリーだけで部門最適を望んでるから、そうそう、分銀行です、はっきり言えば、ね、もうなんか視野が狭いんですよ、はっきり、うん、視野が狭いんだよ、そういう意味で怖いですよね、怖い、それを全体最適がその分かる政治家がどれだけいるのかなと。安倍さんとね、一次政権の時のこれはね、あの第一次政権ね、だからすぐあの急病で相手になられちゃった、その時にやってた話だったんだけど、まああの、うん、先に経済全体を良くしなきゃいけないよねって言って、うん、それでまあそのためには税制も使うっていうので、うん、税制の原則っていうのはね、実は3つほどあって、はいはい、あの公平、簡素、うん、ここまでは、まあ、誰がやっても一緒で、はいはい、でね、財務省はいつも中立って言うんですよ、最後ね、うんうんうん、でも本当は中立じゃない、中立じゃないんで、うん、あの増税ばっかりするから中立にならないんだよね、それだけど公平簡素中立って言って、まあ、ちょのまかすわけね、うんうん、でそれはあの一次政権の時にあの意見聞かれたから、うん、まあ、公平簡素中立って、中立っていうのは本当は全然違う意味で実は使ってるんだけど、本当に中立にやってないのもあるから、うん、ここはっきり分かりやすくために公平簡素成長っていうのありますって、うん、こういうのもあるんですって言って、うん、それでいこうと。なるほど。でそれのためにはどうしたら税調会長を最初変える、お政府税調会長、そっからいく、うん、まあ、あのそれは政治家なんですよね、うん、どうそれをやるためにどうやるかって考えると、で何ができるかっていうことを考えるんだけど、うん、それとは、まあ、安倍さんのところでできるのは税調会長の陳情はできますねと、うん、じゃあそこからいく、なるほどですね、うん、やっぱり全部戦略的なんだけど、そうですね、で空欄に言っててもしょうがないから、うん、何ができるかっていう、そうですね、それで財務省の持ってきたあの税調会長の人事ボーンって切っちゃった、あそしたら財務省がびっくりしてびっくりして、今までゴールドすっ切られたことなんてないわ、もう大変パニックになっちゃって、それでね、あの、まあ、このね公平簡素成長っていうね、うん、考え方に賛同する人、うん、まあいるんですよ、うん、いたんですよ学者、うん、その人、まあ、この本間正明さんって人持ってきたんです、そしたらね、持ってきたらすぐ本間正明さんのスキャンダルが同時に出るわけすごいですね、本当にこれ入ったらもういじめだなそれいや、それがどういうスキャンダルかっていうと、本間正明氏公務員官舎で愛人を囲ってるっていう、あ正しく言うと、まあ、あの事実婚をしてたわけね、うんうんうん、でそれでその公務員会社っていうのはその大阪大学の先生だったから、はい、1週間に何日も来なきゃいけないでしょ、はい、それでホテル住まいじゃ大変だから、うん、誰が用意したかっていうと、うん、財務省だなんか笑い話ですね、財務省が用意した、そこで同居人で袖を見たから、これを出したしか思えないんですよ、ひどいもんですね、いや本当にやるんですよ、それでね、まあ、事実婚だから、うん、まあ本間先生っていうのも60ぐらいだったから、そのなんかね一緒の人もまあ60近いわけ、うんうん、だから別にね、うん、愛人とか言う話じゃないんだけどねこれをね顔をこういうふうに隠して愛人だとして出す、あれは参った、安倍さんの回顧録正しいわけだ、内閣をも倒そうそうそう倒しに、それを安倍さんもこういうふうにやるのかって驚いててね、で私はそのほらもうそういういたしっぺもあったし、それとあとスキャンダルが大きくなった時に本間さんがもう外に出れないわけ、ものすごいもうマスコミの、でもずっとホテル住まいにしたわけで、ホテル住まいなんだけど私がもう、ね、毎日行かなきゃいけないわけよ、ね、あだからもうものすごく私はもう思い出深いんだけど、うん、安倍さんがもう頑張れって言ってね、絶対に首切んないからって安倍さんはそう言ってたんだよね、うん、もう絶対にそんなに負けないからと言ってくれたんだけど、学者で初めてでしょそんなんじゃないか、ちょっと出たらうわーってでしょ、だから1ヶ月でやっぱ根がこんなんか切れちゃうんだよね、やっぱあなるほどね、それはそうですよね、普通に何にもそんな攻撃受けたことない人でしょ、慣れてないからね、それで1ヶ月でもう本人が辞めるって言って、あそうですか、でだから安倍さんに伝えてくれって言って、もう私安倍さん絶対に組み切らないし、うん、もう全く最後まで守りますって言うんだけど、もうこんなやってらんないよとそこまでやるわけね、なるほど、で嘘の情報ばっかりでマスコミはみんなそこの多分財務省経由のね、うん、リークに踊らされて、それで1ヶ月で
もある、うん、それからもうその後来た人はもうビビってビビって大変だった、うん、だ結局できなかった何も。ああそうですか、うん、あでどうですか戦い方 としては、まあ、これもありなのかもしれないけどね、やらしいですね、うん、いやそういうのいやすごいやり方するんですよ、うん、だからもうなんか大変なんですよ、うん、でも安倍さんは絶対にあれだったですね、あのなんていうか、うん、安倍さんが辞めとって一回も言わなかった、うん、最後まで守るから、うん、という言い方だ。いや本当経済はね私音痴だからあれなんですけど、要は今回でも71兆円の歳入とか言ってね、うんうん、あれ安倍さんのおかげですよね。安倍さんでだからあれやっててね、あの対策あの安倍の人がやってたでしょ、うん、だからねこれ言うとねなんかね戦争で言っちゃあれですけどね、消費税 2発弾丸下ったんですよ。で最後はね、はいはい、コロナでっかいの下ったでも沈まなかったそ、ね、今それがないから結構楽だ、ね、あのまあ消費税の2発下らなければもっと早くできてったって分かった、うんうん、それでね消費税終わった、ああ終わったと思ってなんかしのいで終わったなと思ったらコロナでまた下ったわけ、うん、やっぱ3発下ると苦しいですよ本当にそそうどうですか、たま3発下ったらもう3発下ったらもう3発致命傷みたいに下ってね、もう鎮痛なんか墜落しそう墜落しちゃうかなって正直と思ったくらい。それでも71兆円 でもやっぱりそれで今何もないから公正中立成長の成長が何もないから簡単なんです ですよね。これは何もなければ簡単にこのくらいいくと予測できてた、うん、やっぱり何パー食らうとね、いくらなんでもねやっぱり苦しいんですよね、うん、でもね今何も食らってないでしょ、うん、だからあの消費税も食らってないしね、コロナも食らってないし、で71兆でね本当はねあれね68兆の見通しだったわけ。ああ3兆円おまけだね。なるほど。でこういう時はそのさっきのね公平簡素中立の原則からいくとね、おまけだから返す、うん、還元するってやつ。なるほどね、そうするとそれでまた成長する。あもう、ね、どうして68でやろうと思ってたから、うん、3兆円おまけだから別に返したっていい。そうですよね。というのが普通なんだけど、うん、今は全然そういう。それで防衛増税とかね、なわけ、うん、わけか。防衛増税なんかもうかあの。もうやんなくてもできるんだけど、うん、実は防衛国政 で先ほどあのほら大分さんの話に出た、うん、海上保安庁のってあったでしょ、うん、海上保安庁の船国際で作ってるから、うん、らしいですね、うん、これで海上自衛隊も国際でいいんじゃないですかと私言っただけなんだけど今年からなんか今年は海上自衛隊は船、はい、ただし航空自衛隊はダメって言った、陸上自衛隊もダメって言われて、なんか私分かんないんだけどねその理屈が理屈が、はあ、いや海保がね、海保の船が建設国際で初めて、そうそう、それであと高橋先生に聞いて、ってあの潜水艦もそうなんです。あ、そうなんですか。そう、あだからちょっとは楽になったんだけどね、でもそこまでするんだったら別に陸上自衛隊のタッグもいいじゃないかと私は思ってるんだけどねそこはダメだって。あ、そうなんですか。分かんないな航空自衛隊でも別に戦闘機なんで、戦闘機だっていいじゃないかと同じじゃないかなんで差別するんだと。落ちる可能性があるからかな落ちるか、いやそんなこと言ったらあれですよ、海上保安庁の船だって、で海保の船なんて先ほどの話じゃないけど一番最初に沈められるんじゃないですか。あ、そうそう、海上自衛隊の先でしょ、うん、海保はね、だから海保の論理っておかしいなと思うのは、いや海保は警察健康士だけだから、攻撃してこないだろうと言って、すぐに決まってるじゃない一番最初に来たら、ね、簡単にやるでしょ。独りよがりな論理なんですよ、うん、だからまあ戦時国際法でね、いや軍隊以外は攻撃してはならないと言いましたよね、うん、だから軍隊ではないというのをあえて示す、なんか識別の旗でもこうつけるとかなんとか言ってる、そんなことはね、のと関係ないじゃんありうわけないんですよ、うん、やられるんですよ、やられるでしょ、うん、で あとなんかもう一説に言うとね、ペラペラに作ってるから抜けるから大丈夫だ、わけわかんないこと言うしなんかダメじゃない、もう沈んじゃうじゃないと。軍艦構造じゃないんですよ、うん、軍艦構造で二重になってるから、だから海保はね、まあ簡単には漁船にね、でしょ、ぶつけられてね、穴が開いて沈むんですよ、うん、だから抜けるんじゃないかって言って、でもダメでしょって言ってね、抜けたら全然沈むでしょうとかね、あとそれを財務省が変なロジック作ってね、うん、要するに警察だからね沈めらんないと、うん、いうロジックで資産が残るから国債でいいんだって、わけわかんなくてねそれはないだろうと、うん、うん、別にそもそも沈められるよと、一番最初に向こうの会計は沈めるよと、うん、
そりゃそうですよ。本当に沈められないんだったら全部警察だって一番いいよね。ね、そうですよ。警察だから攻撃するなって、それで攻撃しないと思ってんのかと。一発でやらない。ナイーブですよ。本当に。ね、本当に面白いロジックはたくさんありますけどね。あ、うん、だから本当に経済のこと分かんないんですけど、まあ減少で出てくるとね、いや71兆円までね、71兆とか、いや、やっぱこれはね、多分アベノミクス、ね、そのまんま、あのほとんど変わってなくて、それで何が変わったかっていうと、消費税がないのと、うん、コロナがないってだけなんですよ。それでいてね、その財務が、いや、財政規律の維持だとか言って増税ばっかり言うでしょ。そうしたらまたなんていうか、経済のいわゆる成長が止まってしまいますよね。素人目に考えても、ね、まあ、あの成長するとね、うん、あの経済問題の8割方が解決するんですよ。ああ、そうですね、これが一番簡単なんですよね。ヘッドピンっていつも言ってるわけね、うん、ヘッドピン倒さないと、ヘッドピンだけボーリングでね、ヘッドピン当てると、ヘッドピンに当てると8本ぐらい倒れるでしょ、はいはいはい、大体終わりでしょ。ああ、ヘッドピンの逃すと、そうそう、ヘッドピン逃すと大変なんだっていつも言ってるわけで、ね、ヘッドピン当てとって、ヘッド何でもそうですけどね、うん、ヘッドピン当てるのは重要でしょと、という言い方なんですけど ね、安倍さんはそういうの分かってて、やっぱりコスパでヘッドピン当てれば大体倒れるよな、うん、よくうまくいけばストライクもいくよなっていう感じでしたよね。でも軍事もそういうのない、どっか急所みたいなのがあって、そこをやると、それありますよ、うん、やっぱり全然枝葉的なところでやってもしゃあないでしょ、うん、だからアメリカがですね、日本あるいはドイツを空爆ね、うん、あの第二次世界大戦どこでやったって言って、一番ヘッドピンは何かって言ったら、うん、ボールベアリング、うん、ボールベアリング工事を探し出して、そこだけでしょ。そしたらね、サプライチェーンの一つができると兵器できないんです、うん、だから今で言うと半導体かも分かりませんけど、だからそれはまさにヘッドピンはね、ボールベアリング絶対重要なところで一個あってね、はい、そこが波及っていうかね、それなしだとだい、ね、うん、あのダメなところが費用対効果でね、うん、もう本当の数少ない攻撃でね、ベアリング工場だけを全滅させたら兵器できないんですから、うん、まさにヘッドピン、そういうの考えてないんだよな、みんな。そうですね、この、 あの次のね、岩盤補修、総離れで、うん、支持率急落の自民党っていうのはどう思って、いや、これはですね、私は、岩盤支持を離れるぞというのは、もう LGBT の議論の時にね、散々私書いたんですけどね、うんうんうん、結局ね、この時にあの支持率が落ちました。メディアの本当ね、いやらしいところはね、書かないの。そうだよ、もう他の話、マイナンバーカードだけ書いてるんですよ。マイナンバーカードだけでね、岩盤支持層離れるかって、だからメディアにとってはね、 LGBT で岩盤支持層が離れましたというのはもうあの不都合な真実なんですよ、多分。だからね、もう大きな間違いだと思いますよ。これをね、あの信用してたら自民党の人たち間違いますよと。ここでね、ここに出てないけど、稲田朋美さん、うん、稲田さんが防衛大臣の頃、うんうん、折田さんはどこにおられたんですか。もう辞めてましたので。あ、辞めてたか、よかったよかったなと思ってあ、まあ、あの方が熱心なわけだから、はい、だから先ほど申しましたようにね、うん、あの保守層にとって安倍さんは北極星だと思う。全体動かないね。それから見るとね、亡くなった後、衛星保守、衛星保守だったんだって、その代表が私、稲田さんだと思うんですよ。うん、だから、もう、自民党から離れてね、次の立候補、もう、彼女にはね、国家というのはないということがよく分かりましたよ。うん、だから、それは、弁護士戻った方がいいですよと、うん。うん。その方が国のためになりますよと。もう、保守家のように、予想ってですね、自民党にいることによって害悪を撒き散らすのは非常にまずいと、私は思う、うん、これは稲田さんがもう LGBT は推しのあれだったんでしょ、法律で。そう。それでね、私は卑怯だなと思ったのは、私は男だけど女ですと言って、トイレに入ってくるようになりますよというのが話題になりましたよね、うん、そしたら女性の被害が出ると。そしたら彼女は何て言ったか、そういうことはないということは総務省が言ってますよって。おいおいと。厚労省が言ってます。それおかしいだろうと。あなたはその弁護士でしょと。だから自分の考え、法律的に自分の考え言えよと。
逃げてるわけですよ。これあれを聞いた途端ね、あこの人やっぱりねダメだなと、責任取らない、ね、政治家。でもあの通達もちょっと不備だったから、LGBT 法ができた時にもう一回出した。そうそう、だからあの通達ってレベルだから、はっきり言って法律のは強いから、うん、あれ言ってもねあんまり関係ないですよ。だって厚労省が業者に言うだけでしょ。業者に言ったって別にあの法律じゃないから、入ってくる人は止められないじゃん。止めようとしたら止めダメですよって言えって言うんだけど、訴えられるだけですよ。そうだそうです、ね、うん、だからだって本当は法律っていうのは全ての人に関わるから、うんうん、ね、そういう男風のね、あのブラブラした人に対しても効力あるけれど、あれは通達で効力があるのは業者までなんですよね、うん、あ効力も弱いんですよね、もともと法律じゃないから、うんうん、だからそんな業者に言われたって、業者出したって困るじゃないかと、あ、ね、うん、あの来られた時どうやって断ればいいんで、うん、法律でもあったら断れるんだけど、うん、そういうふうに厚労省から指導を受けてますじゃあ、そんなの俺と関係ねえだろうって言われちゃうだけですよね。そうですよね。ああいうなんか法律家でもダメですね、あの人は、ね、LGBT、うん、私は日本の国柄に合わないと思うんですよ ね、まあ、ね、でそれをね、そういう法律をほとんど審議なしにね、うん、通してしまう。これ多分エマニュエルアメリカね、うん、大使の言葉もあったんだろうと思うけど、あの人は民主党だから、うん、そうです、ね、アメリカの、いやだからそれは、ね、アメリカに言われてへいへいと言ってやるのかよという、うん、まあやっちゃった、いくつもねやっぱりおかしいですよ。やっちゃった、ね、審議もやらずにね、アメリカに言われ、もう大使ごとに言われてね、うん、もうあっという間に通すでしょ。で自民党の中ではあるでしょ、しっかりこの国会での議論を通じてやりますって新藤さん言ったわけでしょ。あれは全く嘘だ、ね、だってああいう議員立法はもう何もなしでバッてやるんだ。ああ大体そうなんですか。だから恐れてたんだけどね、結構ね、あ、まあ、本当に三すくみに見たくなっちゃうと日も筋もいかなくなるんだけど、なんか根回しするとあっという間に終わっちゃうんだよね。ああそうなんですか。そのあっという間に終わっちゃうパターンでしたね。そうですね。で岸田さんの外交ってどうですかって言っちゃあれだけど、うんうん、ちょっと関係があるんだと私はね、私は思うね、最近の事例見てますとね、対米関係というの、まあ、日米同盟非常に重要ですよね、うん、でもねアメリカ人から見てね、頼りのある日本人というのはやっぱり物を申す日本人ですよ、うんうん、でこれはおかしいと、日本は日本の国益に基づいてね、うん、これはおかしいと言って物を申して、その議論になって、でその時に、まあ要は 50-50 あるいは 6-4 でね引き下がるみたいなところなきゃ一目置かれないわけですよ、うん、でじゃあって言ってみたらね、例えば昨年ね F-15 の部隊いなくなったんですよ、うん、まあね、今どんどん撤退してますよ、うん、でそれに代わって F-22 を巡回指導しますから、ね、これ正論に書いたんですけどね、うん、文句言わなかったのかと、どうも言ってないみたいなんですよ。これ大きな、常駐してるのと巡回で何が違うかって、そこにね、カデナに家族がいるかどうかなんですよ。家族がいたらもう絶対守るんですよ。家族がいなかったらどうでもよくなるじゃん。そうそうそう、家族いなくなったらね、脅威が高まってきたらみんな引いちゃいますよ、うん、引いちゃいますよ。だからそこはね、物申したのかと、 F-15 はいや古くなったから新しくするために帰りますと言ったら、新しいもうリプレイスしてる F-15 持ってこいってね、うん、家族人質に取っとかないとダメですよ。そうそう、だからそこをねまず言ってない、うん、あとはね、日米韓の連携は非常に重要ですね、うん、ね。それで何をやってるかで、レーダー照射についてね、いやいやそれは現場に丸投げしてね、それで、なんか握手してる、これアメリカに言われたからなんですよ、ね、いや譲れないものってあるわけですよ。レーダー照射って、うん、ウルテさんされたことあります？レーダー照射されたら大変でしょ。あのね、レーダー照射って艦艇からのレーダー照射と飛行機からのレーダー照射、これ全然違うんですよ、うん、全然違うんですよ、うん、レーダー照射上空で戦闘機がねロックオンしちゃうって、これあるんですよ、ありなんですよ、うん、なぜかというとね、ロックオンして相手のヘディングコード、これのまま行ったらぶつかるかどうかって言ったら、ロックオンしてね、 お互いにロックオンしちゃうんですよ。でもね、艦艇からのロックオンというのはこれもうミサイル撃つ前なんですよ。あ、なるほど ね、 ね、だから全然違うんですよ。じゃあ大分さんは飛行機乗りだから、飛行機同士のロックオンというのはあるわ。 あるんですよ、ね、それは、ね、それは、それは年中、それはもう、世界中に国際的に、うん、要は危険を防止するためにね、うん、どうやって情報を取るか、つまりマッハ1で取ってたのは
まあ、見えた途端もあれですから、だからね、ちゃんとそれはロックオンして、あ、これ大丈夫だ、うん、危なかったら回避する、うん、これはね、ロックオンしてやるんです。あ、それはでも、そのロックオンはあり、うん、でも、艦艇、あの、船と飛行機はなし。これはないですよ、これはないじゃん、もうロックオンされたら、もうこっちは圧倒的に弱いですから、わーって感じだよ。そう、それで、それちゃんと海上自衛隊は、これはいかん、もう国際法違反だし、ちゃんとデータ取っとけと言って、うん、データ取って分析して、うん、これは明らかにレーダー照射だというのを突きつけたんですね、うん、で最初はなんか認めて、うん、でそのうちに、いやいや、あれは、ロックオンのためのレーダー照射ではありませんみたいに言って、うん、でそれでも追及したら、いやいや、レーダー照射自体やってないと、それよりも海上自衛隊が威嚇飛行したあれがけしからんって、こういうふうになったわけです。あ、なんかここでね、あの川野さんいるでしょ、東北省、うん、なんかはっきり言わなかったけどね、見てはいけないものを見ちゃったみたいな。だからね、譲ってはならないことと譲ってもいいこと、それは現場の立場として、ね、あるんですよ。これ譲ってはならないことなんです。それを丸投げしてね、でトップでね、握手し合う、いやだ、ね、こんなことはね、現場からしたら厳重腐敗を奨励しているようなもんですよ。現場としては一番嫌だ。一番嫌。いや、わかりました。いや、いろいろとありがとう。いろいろと話聞いて面白かったです。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。